「日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト」。今日は我慢について。はいこんにちは。おはようございます。おやすみなさい。ね、いろんな国から えー、この日本語コンテペイをね聞いてくれている、ね、そういうデータがありますねいろいろわかるんですねそして見ると見てみるとですねいろいろな国からアクセスしてくれてる嬉しいですねはい皆さん元気ですかえー、外からねピヨピヨとかねそういう音が音じゃない声が聞こえますけどね鳥の声ですね鳥がピヨピヨあの隣の家でですね鳥を飼い始めたようですね うん、あの全然迷惑じゃないですよその,あのおばあさんですねおばあさんおばあさん,おばあさんですよねもう年齢的にはおばあさんですねおばあさんが鳥をね拾って飼い始めた、ね、で「うるさいかしら」ね「うるさいかしら」ってね聞いてきてるんですねあのベランダが欲しいんですね「うるさい,うるさいですかうるさくないですか」ってねでももううち全然うるさくないね全然うるさくないですようちのね子供の方が全然うるさいですから。 <laughs> あのー、鳥がねピヨピヨねあの気持ちいいです朝ねあのー、朝朝になったらおばあさんがねその鳥かごをベランダに出すんですねそしたら鳥がピヨピヨねでそれを聞きながらねあの朝ごはんを食べるんですけどいいですよね鳥の声いいバックグラウンドサウンドというかねすごいね朝気持ちがいいですね鳥可かわいい鳥ですよピヨピヨねかわいい鳥ちっちゃいね大きくなるのかな うんはいえー、夏休みが終わりまして皆さんどう過ごしてますか、えー、涼しくねなったと思ったらまた暑いっていうねあのスペインの残暑残暑が続いてます残暑というのは日本日本,で、ね、あの日本では8月がやっぱり一番多分暑いんですけど9月もねもう8月と同じぐらい暑いんですね えー、でその残暑残りの暑い暑さね残りの暑さ暑さの残りっていうかね残暑って書いて、えー、残り暑さって書いて暑、えー、さがまだまだ残るね9月とかまあ9月、まあ、10月になれば少し涼しくなりますけど9月はねまだまだ暑いなんで、えー、残暑お見舞い申し上げますとかね言いますまあ言わないか書きますね あの昔はあの,あのはがきにねハガキに、まあ、今でもやる人はやるのかなはがきに「残暑見舞い申し上げます」と書いて「えー、暑いですまだまだ暑いですけどね元気ですか?」っていうはがきをね書いて送ったりまあ僕は子供の時まだなんかやってましたね僕は子供の時は僕はいい子だったのか <laughs> まあ僕の住んでいたね、えー、町が、まあ、まだまだね伝統的な、ね、古い えーまあ、古き良き、ねえー、日本の、えーまあ、伝統,、ね、伝統か文化を守っているエリアなのか知らないですけど子供の時にね、えー、お正月は年賀状はが、ね、きに「あけましておめでとうございます」ね「さしくん元気ですか?」みたいな,なそれわざわざあの書いてですね、えー、紙,紙というかはがきに手書きで ね、手で書いて「あきましておめでとうございます」って書いてちゃんと送って友達,ですよ <laughs> 友達に、ね、10人とか20人ぐらいみんなに送るんですねそしてみんなから帰ってくるんですよ「哲平くんあきましておめでとう、ね、今年もよろしく」であのお正月にはがきを送るのは普通、ね、結構どこでもやってたかもしれないですけど、あのー、この時期にですね「えー、残暑見舞い申し上げます」とか書いてね送ったり。 うん、まだ、あ、残暑ね続きますけどどうですか暑いですか皆さんの住んでいる国はどうですかあの僕は知り合いがですねあのアブダビに今住んでましてね知り合いの人がアブダビアブダビ分かります分かりますよねあのドバイとかねアブダビとかあの辺の中東のね国ですけど国というかねその都市ですねアブダビ、えー、エミレッツかなアブダビはね アラブ首長国連邦、ね、にあります。で、アブダビ、えっ、ー、と、アブダビですね。アビ、アブダビですよね。ですよね。アミュレツですよね。で、ですよね。<laughs> ちょっと確認しないと <laughs>、ね、もし間違ってたら、あのー、間違ってたら悪いですよね。まあでも、ちょっと間違ってたらあのコメントでください。で、えー、アブダビにいるんですが、 その人が言うには、ね、まだ40度とかあるらしいんですよ。40度。ね、30度でももう暑いっていうのに40度あったらもう多分ね声が出ないですね僕のもんは暑い暑い水を水をくれってなるかもしれないね。僕は暑さに弱いんですね,ね暑さに弱い男、ね、寒さにも弱いんですけど暑さはね本当に弱い だって寒かったら服着ればいいいじゃないですか、ね、寒か寒ったら長袖を着たりシャツを着たりあとはセーターを着たり、ね、コートを羽織ったりマフラーを巻いたり帽子をかぶったり、ね、あとは何、えー、日本にいれば日本にいれば北海道を持ったり北海道知ってますカイロ、ね。カイロっていうのは何かな、あれ日本にしかないんですよね。カイロっていうのは 日本に来たことある人ね日本に来て冬に日本に滞在したことある人ならわかるかもしれないけどなんかねあれ何入ってんの炭 <laughs> なんか入っててでこれを振ってねシャカシャカと振ってそしたら暖かくなるんですねうんでそれをポケットとかに入れたりねあとは貼る回路っていうのがあって背中とかに貼るんですねこれ今わかります今の説明であの <laughs>。 ちょっとね回路回路ってね探してみてください検索してみてください出ますでそういうまあプロダクトが売ってましてでそういうのを使ってですねそういう製品がね売っ,て売ってて商品が売っててでそういうのをあの使ってですね暖かくしたりとにかく冬は暖かくすればいいじゃないですかでも夏はあの僕今半袖半ズボンなんですけどもうこれ以上ね短くできないですよ 半袖をタンクトップにするなんかね、あんまり変わんない気がして、あれ涼しくなるんですか半袖を、半袖の T シャツをタンクトップにしたところで。なるんですかねなんとなくね、タンクトップ着てる人を見ると、もっと暑そうですよ。なんか、あの、日が、日差しがね、直接体に当た,る当たるんで、もっとね、半袖の T シャツより暑そうに見えるんですけど、どうですかあとなんかピチッとしてるでしょタンクトップって。うん。もしくは、 あのー、やっぱりねマッチョマンこう筋肉がね大,大きい人が好んでねタンクトップを着るのでなんかピチッとしたイメージなのかもしれないですけどなんかね暑そう、ね、<laughs> なんか差別 <laughs> なんかね暑そうですあのムキムキのね人があのタンクトップ着てるとで、あのー、僕は半ズボン履いてますけど膝ぐらいまでのね これ短くしたところでもっと短くね半ズボンもう本当にもうじゃあ本当になんかお尻が出るぐらい短いね半ズボン履いたところでまあまず一つ見苦しいねちょっともう僕もね結構あのお,お父さんですし、ね、僕も子供がいるしちょっとあんまりねお尻が半分出るぐらいのピチピチのね半ズボンなんでちょっと履けないし。 あの履いてもねあと涼しく見えないですよ、ね、なんかなんか逆に暑く見えないですか、うん、これもまた偏見 <laughs> なんかタンクトップ着てあのお尻が半分出るぐらいの半ズボン履いたらちょっと逆になんか暑く見えないですかねっ <laughs> なんかねなんかが暑く感じますよねだから実際涼しいのかなあれ涼しく見えないしなのでちょっとですね あのしままますすすっっていうのははちょっとさ避けますちょっとそれはやめておきます、ね、だから夏は今僕は半ズボンに半袖を着てるけどそれで暑かったらもうもうこれ以上ね脱げないんですよねうんなので夏はもう仕方がない、ね、我慢できないですよもうこれ以上あ今日の今日のテーマ、ね、我慢我慢についてね 今ちょうどいい,いい感じで前置きが長かったですね。前置きでも。あのいつもの時間の半分を使いました。ね。じゃあここから。えっ、ー、とテーマですね。今日のテーマ我慢について。はい。我慢。これはね。僕、この間あの日本にちょっと帰って思ったんですけど、我慢っていうのはね。すごくね。あの日本。に、日本をね、表すのに。日本人をね、日本人の文化を表すのに、すごいね、いい。いい。 あのー、キーワーワドだと思いましたでも,ちろん海外でもね我我慢慢すすする人人多いいでででもねね日本人やっぱ我慢強いです、ねね、何も言わずにねもう、あのー、何も言わずに本当に我慢していることが多いそしてよく考えたらね僕も子どもの時から我慢しなさい我慢しなさい我慢しなさいってねずっと言われて育ってるんで人よりはね我慢ができると思っていたんですが最近ね ちょっと我慢できない我慢 <laughs> ちょっと年取ると我慢できなくなるんですかねまあ年取るとっていうほど年取ってないんですけどなんかね最近我慢ができなくなったんですねまず我慢すること何ありますか我慢することまずですねトイレトイレ我慢できなくなってきましたね,ね病気ですかね何なんですか何かねトイレしたくなったらもう我慢できないトイレしたくなったらね 30分なんてもう無理ですよ、ま、ずもう10分10分も厳しいかな、ね、も,うもうすぐトイ,レトイレ行きたくなったらもうもうねもう我慢できない、うん、もちろんねちょっとあの病気とかだったら病気とかねお腹が痛いとかお腹が痛いとかそういうことであればあの我慢す,することもねする必要もないんでしょうけど普通の状態で例えばなコーヒーとか飲んで。 ま,あまずねじゃあ僕あのスペインにいるでしょでスペインはあまりあの公共のトイレというのがないんですね。日本にいるとまずあの駅東京にいるとですね駅全ての駅にトイレがあるしあとデパートとかお店にはねトイレがたくさんあります、ね、普通あります。そしてて、まあ、小さいお店の集まってるような通りでも あの公,公衆便所、ね、公共のねトイレがあります必ずありますあのトイレがないエリアなんてないですまずトイレは必ずありますどっかにそしてトイレがない場合そういうトイレがないとしてまああるんですけどまあな,ないとしてもコンビニねコンビニエンスストアが至るところにあってトイレがありますね普通もう多分90%以上はあのトイレ使っていいっていう コンビニですね何か買ってもいいし何か買わなくてもねあのトイレ時使ってもいいです、うん、まあできればね何か買った方がまあ気持ちがねいいし、まあ、トイレだってあのお金かかってますからコストがねお店としてはあの水を使うだろうしね電気を使うだろうしだからまあトイレ行ったらね、まあ、ちょっと、まあ、ガムとか買うでしょガムとか、うんね。ガムとか水とか。 なんででもガムとか水とかか水買ってくださいできれば、ね、そしたらオーナーナコンビニのオーナーさんにとってもね、えー、いいですからあのトイレに行ったらねあの水とか買ってください。うん、であのまあ、そう我慢できなくなったら日本だとねすぐトイレに行きます。でもあのスペインだとですねトイレがないのでじゃあどうするかというとあのバーとかバルねバルとか。あの カフェとかに入るんですねだからあトイレに行きたくなったじゃあカフェに入ろうしてカフェに入ってトイレ行ってでコーヒー飲むでしょでコーヒー飲んでもう出る前にねまたトイレ行きたくなるんですよだからトイレに行って我慢できないからトイレに行って用を足してそしてまた歩き始めるとねまたしばらくするとトイレに行きたくなるそしてまたバルに入ってまた今度はビールかなんか飲んでまたトイレ行ってビール。 もうキリがない、ね、ネバーエンディングストーリーネバーエンディングストーリーですねまあとにかく我慢ができないですね僕は最近そして、えー、今日ですね <laughs> 今日ですついさっきですね今日あの近くのスー,ースーパーマーケットに行って、ね、スーパー、えー、リドルっていうねスーパーに行ってリドルでね買い物まあいろいろ あのおむつとかね、まあ、いろいろトイレットペーパーとか買って並んでたら、まあ、とにかく、まあ、リドルは、まあ、ディスカウントスーパーマーケットなんで、ね、ディスカウントスーパーマーケット、ね、日本語日本語発音ですよ頑張ってくださいね英語っぽく発音したら通じないです日本人にはねなんで日本語っぽくカタカナはあの必ず発音してくださいディスカウントスーパーマーケット、ね、ディスカウントスーパーマーケットで あの買い物をしてでディスカウントスーパーマーケットなんであんまりねあのキャッシュえっとん,なんていうかなキャッシャーキャッシャーじゃないな日本語だとレジって言いますね忘れてた日本語だとレジって言いますレジがあんまりないんですねレジが3つぐらいしかないねかなり大きなお店なのにレジがね2つか3つしかないんですねだから結構並ぶんです皆さんが並んでます ね、ああ今日はあのー、まあ朝だしねみんなあの、まあ、特売なんかこうスペシャルオファーみたいな感じでこういろいろね、えー、まあみんな買い,買いたいもんがたくさんある週なんですかねとにかくお客さんが多かったんですねお客さんが多いお客さんが多くてああ多いなしかもね僕の住んでるエリアお年寄りが多いので、ね、年の人、ね、オールデイジャー、ね、年の人が多いんであのー まあ遅いんですよ遅いんですね一言で言えば僕もね年を取ればいずれそうなるのは分かってるんですけどですがお年寄りはね動きが遅い動きが遅いんですなんよいしょよいしょって感じでこう並べてってキャッシャーレジの人レジの人は若い女の人ですごい早いんですねピピ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 ピみたいな。 で,まあ、35ユーロですみたいな言うとそっからねそのお年寄りはね遅いんですよそっからねなんかあのまず財布を探すでしょで財布を探してえっ、ー、とお金はあるか調べてで現金を見てああ35ユーロないわねじゃあじゃあクレジットカードで大丈夫ですかみたいなの聞いてるんですね、まあ、それ大丈夫に決まってるでしょ、ね、で毎回クレジットカードで払ってるでしょ、ね、だから でも、なんか、あ、クレジットカード使えるかしらみたいな。あはい、使えます。レジの人は、はい、使えます。って言って、じゃあ、払って、カードを出して、あの、じゃあ番号をしてみたいになるでしょ。番号をしてください。番号をね、なんか、うん、番号何だったかしらみたいなね。まあ、それはちょっと嘘ですけど、番号をね、ピーピーピー,ピー,ピー,ピーみたいな。遅いの。ね。パピーポーポーとかじゃなくて、 ピー,ッパーッみたいな遅いんですねででまたあのレ,ジ、えー、レジでねその袋袋レジ袋って言います袋にその買ったものを詰めていくのも遅いんですねでねで僕たまたま今日ちょっといろいろ忙しかったんでもう早く行かなきゃいけなかったんですねだからもうイライラしちゃって「遅えなー」みたいなねでこれよくないです まあ何が良くないっていうかあのおばあちゃんがとかおじいちゃんが良くないんじゃなくて僕が良くないんですよ、僕が。それぐらいのことでね、イライラする自分がね、良くないと思った。ああ、じじい、早くしろよみたいにね、おい、ばばあ、早くしろよ、ひどい、ひどい、ね、そういうひどい考えが頭の中をね、こう駆け巡って、ばばあ、早くしろひどい男ですね、ひどい男、お前はね、地獄に落ちる、ね、自分でそう思いました。なのでね、ちょっとね 我慢できないこれよくないなと思ってちょっとねまああのまあ基本は仏教徒ですよ僕は基本はブディストだし <laughs> 基本ブディストだしもう少しねあの広い心を持って人に接しようとね今日その後思いましたそれ、ね、あとねはいらいしてあ,あ早くしねえかなみたいなもう早く帰ってなあしかもトイレ行きたくなった早く帰って,トイ,きっ帰ってトイレ行った我慢 もう終わないよ、こんなよな、ね、思って、家に帰って、おしっこして <laughs>、今、食事中の方がいたらね、ごめんなさいとかね、おしっこして、はぁと一息ついて、って思ったんですね、ああじいちゃん、ばあちゃんにね、おバばばとか思っちゃって、悪かったなと、ねね、僕は基本的にはピュアな心の持ち主ですから、ちょっと、うん、反省して、ね、我慢しないとだめだなと思ったわけです。 はい、夏の暑さが、ね、我慢できない、ねまあ、そういうのはまだいい,い,いけどそういう、まあ、いわゆる弱者ですよねあのお年寄りだったり、ね、あとは子供とかそういう人に、ね、イライラしてはだめです、ね、我慢していきたい、まあ、我慢っていうか、ね、当たり前にあのそういう人と、ね、共存そういう人と共に、ね、生きていく社会、ね、そういうのをみんなで、ね、作っていけたらと <laughs> なんだ政治家みたいなね ままたた終わり方にしししようとしましたね,ねそういう社会を皆さんと一緒に作っていきたいと思いますみたいねなねんだお前はね <laughs> なんかそんな感じですよ我慢我慢大事ですよ、うん、だからカップラーメンとか食べる時にね3分待てないもうで2分ぐらいで食べて麺が硬いとかね当たり前だろうねお前当たり前だろお前、ね、我慢して3分間我慢して、ね、あの電子レンジとかも我慢してくださいよ ね、我慢していきましょう今年のあと少し我慢して日本語勉強してくださいね聞いてくださいそれではまた「ちゃお」。